りは安城の夏のお祭りです。国鉄安城駅の南と北の商店が毎年8月の5、6、7日の3日間およそ4000万円もかけて豪華な紙の芸術作りに知恵を絞ります。今日は市長さんも七夕とともに町の人々にご挨拶。竹飾りのトンネルはおとぎの国の通路のようですね。の見物客は3日間で50万人にも上り、遠く県外からもバスを連ねてやってきます。星祭りの女神織姫様、モーター仕掛けの風車、テレビの人気者も登場して子どもたちを喜ばせます。太陽がこぼれる竹飾りの下ではミス七夕の撮影会です。浴衣姿のお嬢さんに暑さを忘れるカメラマン。綺麗に撮ってくださいね。七夕祭りの期間中にはこうした撮影会をはじめ、飾り付けコンクール、園芸会、各種の展示会などたくさんの催し物が行われますが、音楽隊のパレードも呼び物の一つ。勇ましいマーチを吹き鳴らして祭りを盛り上げます。西の空に沈み、夜の帳が降り始めると竹飾りに明かりが入り、夕涼みがてらの観光客で町は次第に賑やかさを増してきます。七夕神社前では涼風に吹かれて棒踊り大会が始まりました。ネオンの花も咲いて、聖地の波が立つ波が立つ、繁盛よいとこ繁盛のころ、繁盛繁盛ねどんとどえ。夜に入ってひときわ輝きを増す光の世界、工夫を凝らした竹飾りが美しい照明に映えて、人々は夜の更けるのも忘れて遠い昔の
天竜食女のロマンスに思いを馳せます。夢と幻想の夏の風物詩安城七夕祭りは、今では豪華さと規模の大きさで東海一の折り紙付きです。皆さんどうぞ来年もお楽しみに。